あのね、まだ同じ班になれるかどうかもわからないんだよ。こんなに相性抜群のアチシたちが別々だなんてありえないっしょ。ま、あんたみたいな出たとこ勝負の無計画男と実際組まされたらたまったもんじゃないけど、うんうん、臨機応変ってことが知らねえのか。顔近い、唾が飛ぶでしょ。先生来たよ。お待ちしてました。知らないよ。知らないってなんだよ。気をつけー。